りできたわ。ええ、バッチリみたいね。それじゃあ、発信の合図で動かすわよ。しずくちゃん、何が起こるかわからないから注意してね。もしかしたら、下からクジラがザッパーンって出てくるかもしれないし。それはないと思うけど。もしクジラさんが出てきても、取り乱さないように気をつけるわ。はいはい、もうカウントダウン始めるわよ。風がすごく気持ちよさそう。でもまだ変わったところはなさそうだね。うん、でもしずくちゃんの方で何か気づいてるかも。おーい、しずくちゃん、大丈夫？さっき近くでお魚が跳ねてたの。みんなにも見せたかったわ。いいな、私も早くやりたい。楽しそうだね。でも結局仕掛けとかは何もなかったのかな。それならこの特訓の意味ってさすがはしずくね。え、どういう。さて、いい感じにお気に出たことだし、課題の方に移りましょうか。こっちに向かってアイドルスマイルよ。アイドルスマイル、こうかしら。眩しさの激流、いや、氾濫って感じね。みのりはどう思う？そうですね、アイドルファンをやらせてもらってる私としましては、ボートから跳ねてる水しぶきさえしずくちゃんの一部みたいでとっても美しくて、しずくという名前も相まって水の精霊さんかと思いました。みんなのお墨付きをもらってるみたいだね。それじゃあ、みのり審査員、しずくのアイドルスマイルは100点ってことでいいかしら。うん、100点じゃ足りないから100億点あげたいくらいだよ。気持ちはわかるけど、インフレがすごいことになりそうだから100点にしておくわね。しずく、戻ってきていいわよ。はーい、運転手さん、お願いします。ボートに乗るのって気持ちいいのね。とっても楽しかったわ。おかえり、しずく。しずくちゃんのアイドルスマイル、最高だったよ。見ただけで胸がギュッてつかまれる感じ。もしかして特訓っていうのは、みんなのアイドルスマイルを見届けて心臓がどれだけ持つかっていう、そういうこと？そんな意図はないわよ。そういえば、結局どんな特訓だったのか私にもわからなかったよ。普通に楽しんじゃったもの。単純にアイドルスマイルの採点ってことかな。それなら愛理の言ってた今の実力っていうのもわかる気はするけど。
みんないい反応してくれるわね。まあまあ、そう焦らないでちょうだい。まずは一人ずつやっていきましょう。ってことで、次はハルカ、よろしくね。ハルカちゃんの水上アイドルスマイルが見れた。雫ほどキラキラ感が出せるか不安だけど、やってみるね。じゃ、始めるわよ。見てるみんなも一緒にカウントお願いね。3。やっぱりこうやって乗ってみても特に変わったところはなさそうなんだよね。でも愛梨が意味のない企画をやるとは思えないし、きっとどこかに何か仕掛けがあるはず。注意しておかないと。2、1、発進よ。あっ、この力。はるかちゃん、いってらっしゃい。なるほどね、そういうことだったんだ。よく考えられてる。さすがは愛梨だね。